1920年パリ・モンパルナス、画家モディリアーニは36歳でこの世を去ります。若き妻ジャンヌは彼をモディーと呼んでいました。おそらく幸せな恋人たちは私たちの悲劇に目を背けることでしょう。そしてずっとずっと後になって、私たちの真実の愛の姿に気づくことでしょう。モディモディ、どこにいるの？幸せの日々は深い霧の中に、モディモディ探しているの、あなたの行方を、安らぎの日々を、悲しみの色が風に乾く前に、空の彼方へにじんで消えたい。私たちは一枚の絵の光と影です。彼の死と私の命は一つです。モディモディ、どこにいるの？アトリエの夢は暗闇の中に、モディモディ探しているの、愛の物語を閉じる言葉を、苦しみの夜が光に溶ける前に、愛まなざしに凍えて眠りたい。ああ神様、大好きなママ、どうか許して、私はモディのもとへ行きます。愛の日々は沈黙の世界に閉ざされ、もう誰にも塗り替えることはできません。モンパルナスの日は消えて、夢の続きは二度と描けない。モディモディ、鮮やかな永遠の夢、輝く愛。